拍手めっちゃいい男手拍子めっちゃいい音こやっぱり猫になれんかぬこぬこだってば TikTok あげたので見てください嫌なの見てください嫌なオタクやっちゃった TikTok 見たのあ見たじゃない載せたのあですねあのねメンバーズあの配信してるとねくしゃみ出るのにね自分で配信してるとくしゃみ出ないのえ、その逆ね、気使ってない大丈夫ひのちゃんバカウケじゃんひのが好きなバカウケじゃんえそんな通説あった、うん、こんばんはー三村でーすさやでーすあおでーすイエーイイエーイシグナルのイベント終わりましたイベント終わりましたイエーイ終わったぞありがとうございます。すごい夢川の背景。ね。ホワイトデーだよ。ホワイトデー。違う違う違う。ホワイトデー前のやつ。昨日もこうだったけどね。お疲れ様。皆さん。何でしょうか。ラスベガスで結婚しよう。結婚しよう。最高でした。楽しかったです。やったー。嬉しい。特筆すべき点はどこ？ん？特筆すべき点はどこ？公演の。今日の良かったとこ？とか。瀬取りとか。やっぱり。瀬取りじゃない？瀬取り良かったよね。瀬取り良かった、ね。ありがとうございます。深夜に会議した。会議した。電話したね。そう電話で。話しました。話した。めっちゃ眠かった正直あの時。え？ああそうだっけ、うん？覚えてないな。めっちゃ寝そうだった電話しながら。なんなら寝てたちょっと最後の方。うん。シャーベットピンクイントロ意外とかんでもシャーベットピンクのイントロさいつもさ遊んでる時にさ、うん、弾いてるのよりさ。簡単にしてたそうだよねそう思った今あのオクターブのダーダーが好きだあのね鍵盤短くて難かったんだよね変な感じそうだよねそうだから遊んでる時の動画あるかなわかんない今度は動画撮っちゃううん撮るそうなの渡り鳥と喋りできて嬉しかったマジで二人乗りなんか良かったよね楽器、なんか楽器の感じが良かったそう絶対合うと思ってたの、うん、ちょっと情熱の電源味あるじゃんなんならあ分かる分かる構成とかセリフ、うん、ピアノ入ってくる、うん、あそうそうそうピアノがメロな感じとでギターの音も聞こえるしさ、うん、しかもアコギじゃんあのああいうタイプの曲、うんうん、でヒロもああいう曲は得意だからさでもなんかさあれすごいさうん、ピアノイントロとかさピアノほぼピアノじゃん渡り鳥って、うんうん、だから聞いた瞬間渡り鳥感すごい感じたわかるわかるめっちゃわかるよかったよねよかったしかも衣装着れてやれたしギャルっぽくなったって言われた青ギャルなのギャルだもんねだって10代だよ10代ってギャルギャル超かわいい、ギャルピできなかったわ今。下手だっす。そのギャルじゃないよ。しちゃった。ギャルじゃないの。あこれ何チーズのやつ。ギャルの。チーズラムレーズン。ホワイト？あラムレーズン。食べるんばね。いただきんか。あかんくめなかった。ありがとうございます。マジで。もうよかったよね。うん、え。リラックスもバラバラで。えワイン飲みたい。え？21歳マウント取られた20歳ななんでワイン飲みたいのえこれこのトッポこれラム酒入ってんじゃないえマジであごめんちょっと分かんないえそっち普通じゃないのあそっちもラム、うん、ラムレーズン好きうまっ、うん、え私的にはさ、うん、無理やり入れた冷蔵庫がやっぱ良かったねまた話し合ってこれはガチでうちやりたくて冷蔵庫を、うん、でシグナルでやりたかったの、うん、明暗だって思った
え、もう明暗だって思った。一緒にさ、帰りで話したよね。うん、やりたい、一回。うん、いいじゃん。マジでやりたかったの。でも、最初できるかどうかってなって、うん、マネージャーさんから楽器があるから、うん、あ、そう、狭いから立ち位置的にね、使えるかなって。ね、できたんですよ。うん、嬉しかった。ハワイ水です。え、これ知ってた？みんな信号機からほらみんなのカラー黄色。実はこれ公演の時の。あ、そう、卒業公演決まったんです、私。おめでとう。ありがとうございます。メンバーは出てる？卒業公演出るメンバー、私ちゃんと見てないわ。見まーす。あ、でも出てないんじゃない？あれ、あ、ちょっと見てみ。出てなかった気がする。嘘、確認できてないのかな。そんなことないはずだ。あ、メンバー決定次第お知らせいたしますって出てる、うん、らしいです。うん、一生何か食べてたい今日。ね、冷蔵庫いつ練習したって。え、で日のあのリハ、うちらが合わせてた時に練習した。うちらが合わせてた時、あー、でもそこ二人の時。うん、うん、いや、そう、ちらっと日の公演で行ったんだけど、もともとほんと昔の新 N3 の時、うん、N3G で公演やってた時に青とかもアンダーで入ってたじゃない。つぐ、うん、ちゃんのとこ、サポートポジのとこね、うん、あそこをもともと研究生で割り振られて、ね、日の青と同じポジだったの、うん、だから冷蔵庫あそこも踊れる。よく覚えてたね。いやいやいや、ちょっと思い出しただけだよ、うん、ちょっと思い出したけど、そう、あそこ一回やったことあったからなんとなくいけた。うん、うん、ねえ、だから分からん。え、サーヤは青がもう一からもう叩き込んだ。うん、10時間レッスン何時からやったのよ。嘘、10分。イエーイ、なんか10分もない。サオちゃん声出しの皆さんにね、声出しね、みんな言ってる。なんかね、あ、動いてくれてはいるらしい、まあ、いずれかできるように、うん、そう、まあ、それが青の卒業公演に間に合うか間に合わないかわからないけど、うん、声出しはうち普通にフローラだけでどうにかなる問題じゃないので、うんうん、そう、他のいろんな、ね、そうそう、いろんな、普通にいろんな事情が絡んでるので。いや、でも声出し聞きたい、ね、声聞きたいのはめっちゃある。それはそうだよ、うん、マジで。くらいだったら許されないかな。みんなみんなで裏声厳守、裏声厳守、声出し。そしたら全員でやったらちょっとぐらいシーンあるよ。合唱ぐらいにはなるでしょ。ハモり、あおちゃんでハモって二人で、せーの、スカイ、あおちゃん上手。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、やりきった人たち。ラブラブしちゃう。ラブ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 、やったってよ。ラブ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 でファンの方にあげた。ひなひなと見せかけたけど違うって。おうは違う。ラブ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 、まあ、そまあそりゃそうだよ、期待すんなって。ラブラブもらったー。何やってんだか。おいしいね。
きます。おお、いい音。いきます。おお、いい音。ちょっとサクッていっちゃった。今回大変だったの、しゃべぴ。何が一番大変だった？でもしゃべぴそうだったね。うちは花びら、あーの転調。なんかやっぱ転調した時のギターはマジで大変そうだね。マジ大変。しゃべぴなのかな。渡り鳥も意外と、でもなんかしゃべぴの方がね、あーもう無理って言ってる回数多かった気がする。本当、だそうです。だってしゃべぴ転調する、まあ、渡り鳥もするけど、しゃべぴの転調した後のメロディーが全然もらえなかった。そもう転調はとりあえず厳しいよね。日野は転調好きなんだけどね。転調はみんな好きだよ。転調嫌いな人多分いない。そうね、私渡り鳥の転調の仕方好きなんだよね。あ、めっちゃ転調するよね。ちゃっちゃ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 でしょ。そうそうそう、もうその刻んでるつくりしょ。あの、あ、そこも、そこはさ、違う、転調の仕方じゃないじゃん。転調した後の後ろのドラムでしょ、でめっちゃ好きなんだけど、あのサビのタイミングで転調するの好きなの。あ、ドゥーンか、あの、そう、ドゥーンで転調、ダダダダダじゃーんって転調するじゃん。でその後あのダダダダダダで、その後 A メロ戻る時にまた転調下がって戻って同じメロやって、でなんでラスサビがさらに転調するかっつったら、あの最後2サビ、から転調したまま間奏が続いてって、そのままダーメロ行って、ラスサビまた転調するから、っていう転調祭り。そう、最近さ、もうないけどさ、シソシナの時のレックからさ、めっちゃさ、あのさ、レックの時ってさ、音をさ、こうやって調整できんじゃん。上の声上げたりとか、裏の音上げたりとか、自分が立てないときさ、後ろの音を上げてさ、ずっとピアノ聴いてる。あー、へぇー、シソシナのピアノめっちゃいいですよ、聴いてください。ちょっとやりたくなっちゃうじゃん、やめてよ。シソシナもむずいよね。むずい、絶対むずい。シソシナむずそうだなと思ったし、一人で歌うのも大変だからやめてる。確かに一人で歌うの大変。あれ一人きついよね。渡り鳥もまあ一人じゃないけど。ありがとうございます。あとなんだろう、井上の今日プライオリティを初めてやったんだけどさ、これでしょ、これでしょ。これはもともとこういう振りなんだけど、違う、めっちゃ歌詞飛ばしたの。分かんなかった、全然分かんなかった。ごまかしたの、ね、珍しくない。いや珍しくないよ。え、なんか珍しくない、なんか、ね、珍しい、なんかそういうね、ミスみたいな、なんか緊張してる感じが珍しい、自信なかった、正味。めっちゃ良かったよ。やった。喜んでくれ。多分あの DMM で見てたらひのちゃん歌詞飛ばしたなって分かったけど、現場は分かんないと思う。喋った。分かんなかったよ。本当？そう、めっちゃ2回多分ごちゃごちゃってした。あふ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 、僕は君を守るよっつった。マジで。あるよね、そういうの。リハの時青がね、ひなちゃん踊りすぎって怒ってたよ。それ動画公開して。え、そう、それの動画だっけ？ひなが撮ったのは違う動画。ひなちゃん踊りすぎ。動画ちょっと一緒みたい。ひなちゃん楽器やってない。可愛い。ひなちゃん楽器やってる？あれ？あれ？音がまずなんか見てる。来た。福祉撮りねこれ。慰めてるやつ。でもうまい、でもって言ってるのも撮ってたのちゃう。そういうことか。マネージャーさんの声が入ってるな。でもまあ別にいいけど。リハ終わりの後。そこだけ加工するわ、マネージャーさんの声だけ。高い声です。あれ、アプリンつって。
ゃんの。あ、おきろしは動画あるよ。おきろし、おきろしはさ、今日じゃないじゃん。まあ、じゃないけど。ひなちゃんのバカ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 、ひなちゃんのバカバカバカ好き。その意味わかんない。違う、あれはなんか好きって言っときなって。違う。ひどい。言わせた。青が思ったよ。でもさ、あ、なんかそのちゃんのバカバカバカとか揉めるなって、あの喧嘩してるからいつも。それでおきろしとかいろんなねやつをね送りつけて LINE に。だけどさ、かわいそうじゃん、ちょっと。だから好きって言っとき。どうやって、好き。あ、そうだ、なんか LINE スタンプにできそう、絶対それ。それ音声の流せるでしょ、音声だったら。うん、あそこ今終わるよね。うん、来てるはず。でもさ、動画見るのもおもろいよね。いや、動画は本当見せたいけど、ね、仲良くしようよって来た。仲いいだろ。仲良くする仲いいだろ、ね。え、待って、サーヤの LINE できたのかな。そうだよ。そうだ、しかもちゃんとエモカメラとか。それなんて言ってるやつ。それおきろし。あ、そうだ、おきろし。LINE スタンプ、もう一回いきます。おきろし。これと、はい、次めっちゃいいかも。もう一回。ひのちゃんのバカバカバカで、もう一個。一個好き。なんかラインスタンプにできそう。確かに、いいよ。好きだよ。これを送った。エモめのとカメラで撮ってる、ね、全然エモいカメラで撮ってるから、うん、目覚ましにしたいって。いや、わかる。あきらし。え、確かに、うん、そうだね。あきらし。乗せていいのそれ。いいよ、やって。マジ乗せていい。やった、乗せよ。あ、引用はしないけど。いいね、いいねぐらい。いいね、いいね、いいねぐらい。いいねぐらい。ね、いいよね。受験です、ありがとう。あきらし、あきらし、ひのちゃんのバカバカバカ。ひのちゃんのバカバカバカ。あれはさ、動きやんなきゃおもろくなんか。うん、え、そう、あれ乗せたい、普通に動画を。めっちゃ暴言剥がれてた。なんでこんなニコニコしてられるんだ。ひなちゃんのバカバカバカ、ひなちゃんのバカバカバカ。しかも今言わされてたっていう。知って、好きや。え、好きや、そんなことないよ、ちゃんと思ってるもん。別に、別にいい、無理はしてないよ別に。うん、そうだね、うん、ねえ、喧嘩しちゃった、うん、そうだよ ね、 ね、でもさっきさ、仲直りって言ってさ、一緒にごめんなさい。なんて、なんて、ゴミ捨て行ったね、確かに。仲直りっつってゴミ捨て行ったんだっけ。リって言ってゴミ捨て。でもヒロ別に喧嘩したつもりないんだよね。なんもあんまりね。いや、でもやっぱ、じゃあサーヤが言ってるだけで喧嘩。そうなんだ。でもヒロちゃん嫌いっていっぱい言われてたんだ、私。はたから見たら喧嘩ないよ。そう、仲良くする、大人になる、大人になって、大人だけどな。大人じゃないよ、だって階段で、階段で階段で地段だ。あ、でもごめんごめん、地段だ動画欲しいって言ってるけど、あの隠し撮りだから地段出してる足しか映ってない。あ、でも写真持ってる。あ、持ってたわ。押していいの。え、あれは顔隠しでも。ヒノのプライオリティやってる時のその、あるよ、動画。ヒノちゃん、ヒノちゃん踊りすぎ。踊ってる。ヒノちゃん踊りすぎ、キャーってやつだ。踊りすぎ、もうやだ。これいいよね。やだって言いながらこれやつ。どっちやねん。いや、 DMM 見るの怖すぎるわ。見れない私、多分。普通に目を泳いでて無理。いや、もう一回やらせて、プライオリティ。いつかやればいい。なんかの時にお願いします。誰も返事しない。もう一回、もう一回、もう一回。お願いします。あ、ピチャ来た、ピチャ来た、ピチャ来た、来る、全然来ない。全然来ない。ピチャ来ないわ。全く来ない。楽しかったですね。楽しかった。サヤの、サヤはあんま地団と踏まない。全くでしょ。うん、聞いたことない。心の中で言ってる。青とひなちゃんだけで。いや、ひなもだってわざとだよ、さっきの公園でやったのは。でしょ、青の真似。青の味、青のあれわざとじゃない。え、地団だってわざと踏むの。地団だ。え、わざと踏むって何。地団だを踏むっていう慣用句だよね。もういても立ってもいられなくて地団だしちゃったみたいな。いや、普通地団だを踏むって多分本当に踏むことを言わないと思うんだよね。なんかこうごねるみたいな意味じゃなかったっけ。そういうこと。うん、青いやん。
そうだよ、ピアノ弾けなくて時短台しかしてない、うん、今なら話せるリハのエピソード他にもあるのか。あ、まあまあ、怒りや悔しさなどの感情の高ぶりから地面を激しく踏む動作をすること。ああ、多いじゃん多いやん、階段で出ながら、ね、多いじゃん、大人なら将来心配やわ、悔しがって、だってさ、これからさ、うん、進学してさ、うん、あー地団駄踏みたいなと思った時にさ、地団駄踏めないってこと、うん、どうしよう、ここだからできるけど、どうしよう、外でやったら結構やばい、うん、だってもうここ卒業して19の代ってこと、地団駄できない、できない、できないでしょ、今のうちにしてけ、地団駄踏むね、地団駄踏むね、大人かっこ19歳嫌じゃない、確かに19はギリ許されるかもしれんけど、20歳は許されんよ、大人になりたくない、地団駄踏みたいから大人になる、なんだっけ、なるよ、踏みたいなって結構思う、バカバカバカ、そのリズム好き、そう、わかる、なんかさ、あれ作れそうじゃない、編集してさ、できそう、できそう、なんかできそう、うん、作ろうか、あきらし、あきらしみたいなやるやる、ありそう、ありそう、作る作る、青の卒業までに作るね、じゃあひなちゃん踊りすぎ、バカバカバカ、みのちゃんのバカバカバカ、あきらし、もうピアノやめるやめるやめる、あきらし、あきらし、オトマットだ何の曲に合わせて作ろうかな、やりそう、できそう、うん、引き継ぎいくんや、引き継ぎいくんや、あとなんかあったっけ、あ、冷蔵庫は話したか、でもしたね、うーん、リハエピ、リハエピはでもリハエピ、でも結構さ2人がリハ頑張ってくれた、ひのはさ歌うだけだからさ、ひのちゃん昨日のリハの前日、うん、おとといな、おとといか、おとといの夜頑張ったって言ってたじゃん、あ、そうそうそう、それはプライオリティと冷蔵庫の振り入れ、振り起こし、おつおつ、私も不良起こししてたよ、エナジーね、いつやってたか教えないけどね教えないけどね、教えないけどね、ちょっとこれなんか車持ってて、あ、すみません、代わりの代打、わかりました、もう離れてるけどな、あれあ、桜の木だろう、よかったよね、よかった、めっちゃ普通に、私初めてさ劇場でリハやった時聞いた時に泣きそうになった、マジ、うん、それ動画撮ってたよ今、マジ、そうで、サーヤもちょっと感動してた、え、サーヤ感動した、感動した、動画めっちゃ撮ってたよリハも、撮ったよね、感動の嵐、くまさんありがとう、ありがとう、でもね、本当はね、うん、もうやったことあるギコでにしようとしたんだけどさ、うん、スクエアの木になるでよかった、そうだね、それもさ、あれで決めたよね、電話の時に、会議で決めた、その時にサーヤが、サーヤがじゃない、青がサーヤの思い出してよかったわって言って、思い出してよかったになったよね、うん、おめでとう、愛がほーっとしたよ、出会ってその時までにひのちゃんにはそれにいてほしかったのに、うん、今水飲んでた、うん、だから、うん、ほっとしてるよってひの準備がギリギリだったから、青にほっとしてるよって言われて、はい、行きます行きます、分かってたよ私も、マジそのタイミング、リハの時にこのタイミングにはもう行きたいな、そうで思ってた、揺れてみよう、はい、ほーせー、え、すごい三兄弟や、ほーっとしたよ出会って
チャ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 チ
方だと何もわかんないよ。うちもね。あ、ごめんね。こっちの格好でやってた。リバスティか。あ、ヤクルト線？ヤクルト線花粉に効かないだろ。ね、効かないの？そうなの。免疫アップとか？ヤクルト線そんな薬じゃないから。ヤクルト線は免疫アップじゃないんじゃないか、さすがに。ルイボスティだと思います私は。え、青。もう春に花粉出てきたの初めてなんだけど、人生で。でも最近みんな思うな。じゃあマジえげつないんだ。だってさ、今ゲストありがとうございます。これ多分クッキー。うん、ホワイトネギー。花粉に見えたもん。クッキー花粉なの。花粉に見えるの。杉花粉ってこと？この時期は。杉じゃない、杉なんじゃない。私ももともとあったけど、まあ。はあ、さすがにね、眠くなってまいりましたね。そうですね、え、何時からやってますっけ。9時半ちょい過ぎぐらい。ということですね。肩車マックの必殺肩車。肩車It's true 思い出せてよかったバカウケ。これなんなの、食べるの。でも開けたら食べなきゃ。食べたい。開けたい。開けたい。食べたいであれ。はい、1袋212カロリーだよ。え、1袋12カロリー。212たん、12カロリーってゼリーやん。え、黄色、あ、じゃオレンジ。うん、食べるよ。うん、うん、うん。あおちゃんの咀嚼音、いい男。いい男。これ多分昨日見てない人分かんないよね。うん、5時でさ、さあやちゃんのフクチンのファンの方、そう、ダイヤルームで手拍子めっちゃいい男って、あのいい音っていうのを5時でいい男ってやっちゃって、それが私たちの当時のツボに入って、そう、盛り上がったんだよね。盛り上がったんだけど、よく考えたらヤヒノはめっちゃ好きだわ。やっぱ好き。音で美女わかるやつ。そう、音で美女で拍子めっちゃいい男って言いたくなる。野原しんのすけ。違うよ。今面白かったよ多分画面。一気に前出た。青はね、もう寝る時間じゃないんです。もう大人なので。青ちゃん10時過ぎできるようになりました。ねえねえ、なんかさ、こうやってやるからさ、うん、突き放してほしい。突き放せばいい。お互いにね。 OK、そしたら真ん中に行くんじゃないか説。そう、あ、ちょっと実験実験。え、待って待って、もうちょっと距離保とう。行きます、行きます、よーいスタート。どう、楽しい。いや、なんかねむずい。あ、もうそりゃむずいね。やってることメトロノームだからさ。そう、メトロノーム。これメトロノームないとうちらやっていけないから。やっていけないか。使ったことないだろメトロノーム。ジブさんぐらいじゃない。ゆめがよう聞いてたよね、メトロノーム。聞いてた聞いてた。今日ね、靴下ジョージなんです。ねえ、いや、ちょっと何ジョージか言わないと。青の見せてあげて。青のジョージ今日ルックブックしたんです3人で。そうさ、しかもさ、これさ、衣装部屋でさ着替えててさ、あんたさ、こう折りた、あの、こう畳んでたじゃん。うちがさ入った瞬間に蹴っ飛ばして、めっちゃいい勢いで蹴っ飛ばして衣装部屋の奥底にそうピョーンって。青のジョージの靴下に、そう、めっちゃ飛んでって、うちが、あ、取りに行かなきゃっつってルックブックしま、ルックブックごっこしました。めっちゃうまいの、めっちゃうまい。ちょっとやってほしい、やってほしい。私？ひなちゃんが BGM。あ、
あ、BGM そうだ。さやがルックマン。なんだっけ。うん。いいよ。ジョジョはバタ焼き食べてるからさ。はい、ということで始まりました、さやのルックバック。はい、ということで、はい、ということで本日は春のコーデを紹介していきたいと思います。まず1着目こちらです。見て見て、これかわいいんですよ。このお袖とこの襟でください。とっても可愛くないですか。そうなんです、これなんと今見てくださってる方にだけ特別にクーポンが提供かよあるので、ぜひぜひ私の概要欄からチェックしてみてください。またね。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録とグッドボタン。あなたはこの声が聞こえますか。それをやってた今日やってたねー、うん、朝一から。朝一だったあれは。私のルックブック、足元は穴開きボトムスは8年ぐらい使い古してるジャズパン、上は妹からのお上がりパーカーです。最悪。出てるとは思えないよ、ね、思えないね。でもマジでさ、昔小3の服とか着てる。え、小3の服でも着てないよあのひなちゃん身長伸びじゃないよ。そう、小3あれだったら青も着るか。もうね、まあ全部じゃないですよ、その当時のとかじゃないけど、そのパニエとか小3の入ってる。パニエ小3で履いてなかったパニエ、黒いパニエ、うん、黒いパニエ履くことある。え、マジで靴買わなきゃやばいよね多分、うん、それは買えようか。靴穴開くって相当じゃね。うん、これでも多分2年前ぐらいから作ってる。でもこれくらいしかないんだよね、履いてる靴。うん、買えば。お金ない。そんなことないそんなことない買う意思がないだけうん、それはそう。臭いもないよね。なんか食品使ってんじゃん。食品、うん、うん、あとカラオケ、うん、でした。ありがとうございます。うん、ありがとう、うん、今日の髪の毛可愛くない？可愛い。ちょちょ可愛いよ。初めてやった。可愛い。お水注いでこよ。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。今日の髪型はこれです。なんかハーフ片だ、あの片方団子、あ、サイド団子、ハーフサイド団子巻き。変顔したくなっちゃう。え？泣いてんの笑ってんのどっち？リエさん、何？遠くから見たら顔すぎてさ、本当だ。めっちゃおもろい。くだらなすぎちゃう。めっちゃおもろいそれ。載せれるやつ、載せれるよ。わかんない。QR とか大丈夫？あ、住所とか、うん、住所別に大丈夫？いや、24時間とかだから大丈夫。あ、住所なんで。怖いから。うん、一瞬パッと見せる。確かにめっちゃおもろい。めっちゃ、あ、ちょっとこっち、こうやってやればいける、うん、あそこ、ほら、オープン、声で出す、こうやってめっちゃ、いや、めっちゃおもろいよね、これ、多分
なんか疲れてる時にそれなんかいたら笑うわ。だって疲れてる時にこれなんだもん。あ、逆逆。おお、どうしたよ。出会って。よいしょ。いい瞳を。あ、やっぱ。よいしょ。青ちゃん、日野のセーター祭って青ちゃんいないの？行こっか。いつやんの？いつ？知らない。まだ決まってない。日野のセーター祭は私。あ、そうじゃん。ねえ、いないの？なんでいないの？覚えて。お、いや、さや、だったら私が多分別の場所覚えた方がいいんじゃないか。覚えて。やだやだ、さあやいないの、やだやだやだ。人形やるね、今から、うん、やだやだ、さあやいないの、やだ。隠してるタイミングでまばたきをさせる作戦。でもまばたきはいいね。どういうか。あ、あ、あ、おあっこに笑ってくんない。ねえねえ、あー、さやちゃんがしか、顔多分画角的にチューしてるかと思ったよ。え、してないね。目の前で変顔しただけ。すごかった。もう、あの、進撃の巨人の中入った感じの気分だった。目の前で変顔したのに宇宙されたと思われたらちょっと困っちゃう。びっくりした。ほら、チューしたでしょって言われてるよ。ね、してない。してない。キリここ映ってんじゃないの？あの変顔。わかんない。マジでチューしてない。チューしたでしょ。チューしたでしょ。変顔しかしてないでしょ。変顔したのにチューされたと勘違いされちゃった。確かに違うやんってな、うん、鼻息で飛んじゃった。いいよ。なんかみんな誕生日みたいな感覚謎すぎる。誕生日バラバラなのに、しかもこれハッピーなんだね。ハッピーしか書いてないから、うん、マスデーではない、うん、ただ頭に乗ってるハッピーフォアユーって書いてあるだけだから、別にめっちゃもう外れてんだけど、どっちやば。いや、ちょっとさすがに、うん、今日中学校卒業しました。だっておめでとう、おめでとうございます。流れる季節さ、思ったんだけどさ、来年からさ、うん、制服着てる人みんな青の年下なんて思ってたよね。やばくない？私もね、高校卒業したタイミングでマジで同じこと思った、ね、だってさ、まあ9.5割ぐらいはさ年下だよね。年下じゃんって思うとちょっと、で今でも思うもん。今っていうか、まあ、高3の時から思った。確か今制服着てる人たちって同い年か年下なんだ。そうそうそう、思った思った思った。やばいよね、うん、それがね、今度からまた変わっていくんだよ。やばいわ、なんかさ、やばいわ、まだ高校生気分だよ。わかるねえやも。でも二十歳になってさ、うん、お酒飲めるようになってまたなんか一つ大人になったわ。やっぱ全然違う、手元震えちゃう、うん、やめろ。手元お酒。第二ボタン第二ボタンって女の子あげんの？え、女の子聞いたことない。いや、まあ、あるではあるだろうけど、あるではあるんじゃない。でもさ、今ってさ、第2ボタンだけじゃなくて、第2ボタンが本命で
全部のボタンをもう欲しいっつった子にあげるみたいな、でも何もないみたいな、聞かない話、うん、でもあれって学ラン限定じゃなくじゃないの？でもブレザーとかもあるんじゃない？あるの、うん、第二ボタンそのものに価値があるみたいなやつ、ボタンが価値あるってこと、名札とかじゃないんだ、名札、あ名札はねいた、でもうち中学の時あれだよ、第二ボタンさ、学ランの第二ボタンが一番心臓に近いから、うん、ってなるけど、ブレザーだとさ第二ボタンの方が心臓から遠いじゃん、確かに第一だね、分かんないけど、大いや、うん、いいんじゃない、その何あの思い人のさつけてるボタンだけでもいいでしょ、うん、青のちょうだいよ、じゃあどれ、青のボタンってどれ、あれ制服買った時についてきた付け替え用の青のボタンいらないです、青のボタン先着1名様にプレゼント、プレゼント、どし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 ご応募ください、ご応募ください、どしどし、はい、どしどし、いや、ピッシャラピッシャラパパパラパラいや音楽的センスが合いすぎるし、だったら何何なんであったの今、うん、なんで見てくれ、もうちょっとそんな元からさなんかシグナルでよくやってるネタみたいになっちゃった、初めまして初めて言ったのにおもろい、ありがたみたいな、嘘だ嘘だ、そんなわけない、うん、これさ初見の人どう思うんだろう、仲良し、何してんだろう、ワイパー、はるかな空の果てまでも君は飛び立つ、ちょっと吹くわ限りなく青い空に心震わせ自由をかける鳥よ振り返ることもせず勇気を翼に込めて希望の風に乗りこの広い夜空に夢を託してパン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 、2番、あ2番ある、それフルだった、あごめん、懐か今今別れの時時飛び立とう未来信じて弾め若い力信じてこの広い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 、おフォローしてくれた方はなんでなんなんでありがとうございます、だって今初訪問いたわ、なぜ懐かしい、これ見てフォローしようと思った、顔が良かったんだよ、ふとよみがえる意味のないいさかいに泣いたあの時がポップな曲歌いたい、ポップな曲、でもあれかバンされちゃう、うん、今バンされてないのがね謎、奇跡だよね、うん、奇跡、ハモってたから大丈夫だったそんなわけないもう著作権切れてる曲歌えばクラシックとか、うんうん、お父さんお父さん魔王、うん、ああよく書くね、 My father my father懐かしい、学校で聞いたら怖すぎた、あれありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう
みちゃん数字歌って、そこにある思いを一つだけ手にして、夜が明けるまでにはあちらなのを守るべき者たち、ゴミと僕を起こして、長い戦いの旅に出るんだ、風は吹いているのか星は出ているのか、空を見上げ委ねる運命、希望を胸に秘密、意志を確かめて乗れない過酷な道へ、そう僕らが信じた世界が、手足めっちゃいい男来た、こんにちはしてきたらさ、うんうん、怖いよマジで。なんぼよ。今我に返ってきた。でもさ気になってくれるかもしれない。確かにフォローしてくれた方もいるし、ね、うん。普通にだってさ、あこんにちは、あ初訪問さん、あどうもこんにちはってさやってるのってさ、うん、もう、まあ、多分ショールームさん、ショールームというかショールーム見てる人はもう、うん、もうお腹いっぱいよ。うん、もうこんなやんないと。あーお腹いっぱいいっぱい。そっとじすな。マジおもろいんだけど。ずっとやばい。そんなことなくない、ちゃんと話してたよ最初とか、うん、別にだよね、だよね、別にやばくないよね。お疲れサンドイッチ、コメント読んだかな、コメント読んだ、ひなの、あ、そういうこと、え、ひなのあれだよ、定型文だよ。ああ、うん、定型文書い方わかんなくて一生書いてない。え、いけるよ、教えてあげる。できるってあと、え、ここのショールームのこの配信の配信ルーム管理の一番下、初見じゃないですっていう私おすすめコメントがあります。それで更新するってやればいける。焦ったらもう OK。 うん、後でやろう。やって、夜に口笛吹くと、うん、蛇来ます。あ、蛇、蛇だったわ。とお化け、うん、お化け、化け、化け、お化け、へへ、お化けか、お化けか。あ、そうだ、ウェルカムコメント、なんかね、あの新しいのできたんだよ、知ってる？何やって？コメントを置く、ね、これこれ、あ、一番最初に出てくるやつ。あ、そう、これこれ、これができるんだって。うーん、うん、今日の配信のテーマとかを書けるの、コメントで書いて。どうすんの、どうなるの？例えば、うん、なんだろう、なんだろう、やるとほらこうやって出てくるの。あ、そういうこと、固定ってこと。うん、これはね流れてるはず、流れてるはず、これ確か。で、あれ、でも流れるはず、あれ流れない、一番上に固定だって。やっぱ、いやそんなことないはず。みんなコメントして。あれ固定なんじゃない。いやそんなことなかった気がする。あれ、あ、ほらほらほら、みんなほら、こ流れんのこれ。本当だ、固定されるって。固定は違う、固定はしようと思えばできる。
あ、そう、そう、あのね、一回更新しないとね、見れないんだよね。うーん、その、だから固定もできる、ずっと一番上に出せるのもある。そういうことか、そういうことね。そう、まあ、使い方むずいよね、ちょっとね。そう、ピン止めもできる。なるほどね。今のは流れる方。サクサクパンダ、パンダ、サクサクパンダ、パンダ、あー日の今日テンション高め。いや、違うよ、私が普段を押し殺してるだけだよ。そうなの、うん、そんなこともないじゃない。うん、うちらといる時が少なくて。え、いつもこう、うん、突っ込んでくれるからね、青がプロレスしてくれるからさ、喧嘩してくれるから。バトってる。バチ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 。いい匂い。何の匂いだと思う？見ちゃった、見ちゃった。ごめん。ダージリン。いや、めっちゃ食べてる。食べてしかいないよ今日マジで。うん、今日の昼ご飯さ、おにぎり、うん、おにぎり。なんか普通に私がちょっとどっか行ってた時にさ、なんか急にひのちゃんひのちゃんひのちゃんみたいな、めっちゃすごい、なんかすごい慌てて呼び出されて、何と思ったらさ、マネージャーさんに今日昼ご飯どうするくだらねえ、めっちゃくだらなくない、くだらなく。日の探しに行こうって言ったんで、日の呼びに行こうって、ま、だからご飯何にするってなって、今日のお昼ご飯、うん、じゃあ日野にも聞かないとねって言って、うん、青とうちで日野を呼びに行ったんですよ、うん、だけどなんかただ呼びに行くだけじゃつまんないということで企画させていただきました。驚かそうってね、日野やばいよ早くって。え、めっちゃびっくりした、めっちゃびっくりした、マジでめっちゃダッシュしてマネージャーさんのとこ行って、うん、え、なんですかって、この公園でなんかもうめっちゃマネージャーさんも知らないから、その状況、ちょっとマネージャーさん感づいて、そう、いや、もう次の公演やるには本当に大事なことだからみたいな、はい、今日この公演やるにあたって大事なこと、なんですか、今日のお昼ご飯何にする、くだらない、面白かった、怖かった、面白かった、なんかあったんかと思った、ハート考えた、ハート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 だるまハートハートハート火のハートハート、火のハートもらったじゃん今、よかった、見てるな、火のハート青ハートさやハート青ハート青ハート青ハート、なんかコンカフェに来た気が、嬉しい、そう、3回ぐらい連続でやってる、さやハートさやハートさやハート、嬉しい、なんかメイドカフェ来たみたいな、あ、こういう気持ちなんだね、なんか、うん、うわぁ、もうへきゃみたいな、やってみてさやハートって、さやハート嬉しい、青ハート青ハート、嬉しくなさそう、え、今までやってくれた、うん、青の真似したかと思った、ごめん、やってきて、ごめんね、青ハート青ハート青ハート火のハート、おー可愛かった、キュンキュンした嬉しい、筋トレあ、今日もやる、今日もやるあのコーナーいいよ、これだとさ、これだとさ、ちょっとさ、まあ、いっぱいやった、これでいいか、いけ、うん、これは優しくスムーズにやる、分かった、はい、はい、はい、ひなちゃんの場合はさ、3拍子でさ、1回置くんだよ、自分とか、はい、じゃあ、なんか、ワルツ歌って、なんか歌って、むずじゃん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 、ダルダルダルダジャジャン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 、いやめっちゃ早くね、ジャッ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 、いや今やろうと思ったけどさ、なんかしっかり来ないなと思ったらさ、ダラダラダッジャッジャッジャン、無理に決まってる、このゲームでフォローしてくれた方いるよ、ちなみにありがとうございます、これね、シグナルのゲームなんです、うん、
シグナルゲームって言うんです。じゃあ、なんかワルツ、子犬のワルツ。テンテレ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 テンテテ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 テありがとうございます。めっちゃ捨てたよ今の顔。可愛くないよね。どのぐらい捨てんだろう。自然状態でやってみてだって。おいいね。ばあちゃん。呼んだけど。まず違う。はい、バッツァンゲンゲラッどれくらいかかるの、バッツァンゲンゲラッどんなもにもしない、チャンチャンチャラチャンチャンチャラ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 チャン、チャンチャンチャラ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 チャンチャンチャンチャラチャン、あ、これ4拍子やん、チャラチャン、チャンチャン、1、2、3、4、1、2、3、4、高速道路は渋滞中、ネックレスみたい、うならいそのこと、あー引き継ぎ次の見た次の予備、予備いるんだ、予備いた、さっきってことこれ、あ、そういうこと、うん、1期、2期、3期、あ、あ、そう、わかるわかるわかる、ゲームの、ゲームのね、わかる、あんまじっくりきてない、あのさ、ゲームやるときにさ、ライフライフ、命みたいな味、あ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 、ってことちょっとゲームあんまり、そうだよね、ハートのあるゲームあんましないから、そうだよね、でもプレスカ66ランクいった、今日3月9日、ミクの日、そうなの、初音ミク、サンキューの日、初音ミクです、青のプレスカの推しさ、みのりちゃん、みのりちゃんなんだけどさ、うん、ブロッコリー嫌い、うん、青の推しブロッコリー嫌い、ピンポイントでブロッコリー嫌いなのめっちゃおもろい、うん、花さとみのりちゃんです、みのりペットボトル加えてるかと思ったらさ、あ、鉛筆、鉛筆だった、ペットボトル加えてるかと思った、ヒノの仲間かと思ったの、そういえば公園でダンソンしなかった、ダンソン、え、今日あれだよ、三村の宇宙を作ってきて、宇宙だっけ、あれ宇宙スケブじゃなかったっけ、スケブだっけ、宇宙じゃなかったっけ、眠くなってきたね、眠くなってきた、うーん、ダンソンってきたね、終わってくん、え、あのフィルターみたいじゃん、 TikTok の、あー、お、こうやってここにいるやつ、クマの子見て痛くて、あー、よいしょ、教えて、私と言ってましょ、あー、よいしょ、あ、結構やけど、まだ明日、まだ明日、いやいやいや、いってらっしゃい、空を空すぎまたり、海を目指してこいつ、こいつなんだ、こいつならなら、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 生き返ってきてごめん、まことにすいません、うち昔さ、それのさ、うん、音出るやつ持ってた、どういうこと、どういうこと、音出るキーホルダー持ってた、へー、そうすると、なななな、ね、なななな、なななな、卵って、ありがとう、ありがとう、だだだだだ
ねね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 ね、あ、ち結構リズム系好きかも。あ、ネタでね、うん、なんだろうな、あれは足元にお手元とか、あ、なんかそういうの、リンゴリンゴゴリナラパンパセリリンゴゴリナラパンパセリリンゴゴリナラパンパセリリンゴゴリナ、そういうの好きなの、一旦止めます、大好き、あちょ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 ちょっとすんなよちょっとすんなよ大好き大好き、なんかあったかな最近歌ネタ、あともヨネダ2000じゃない、ベタアイベタアイじゃない、あとなんだろうな歌ネタ、うん、あっちんが見えないって、うん、多分あのサヤのとこつってた、優しいね、うんうんうん、あめうっこる、あおちんのお尻、お尻緑がよみがえるようにラララ涙の後にはいつも君がそばにいて、何の曲、え、時の旅人合唱曲、合唱だとね、あれが好きだよ、証、わかんない、証になる太郎しか覚えてない今、あと、あとあれ、ヒーバーの鐘、あー、僕らの生まれたこの星に奇跡起こしてみないか、おらららららら、ヒーバーの鐘の人気率めっちゃ高かったの、うん、僕らは一つになれるさ、平和の鐘の意味の胸に響くよってやつ、ドロジェラ歌って、恋監視中見張ってるのよ、女の子と遊んでないかって油断せず注意しなさい、注視しなさい、注視しなさい、注視しなさい、新芽だよね、だよ、ドロドロ、あの森の向こうには、懐かしい、あ、さ、めっちゃ覚えてんだけどさ、ひなちゃんえ、ひなちゃんがさ、うん、今ずっと中止してた歌割りでさ、うん、前出てくるとかってじゃん、てて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 てとかさ、うん、フリレンときさ、ひなと同棲で喧嘩、え、嘘フリレンで覚えてねそうだっけ、いや、あそこ結構きついよね、きついね、あ、こっち通るから、ひなちゃんこっち通ってって言って、うん、中2と聞いてる、中2、喧嘩してた、まあ、中2と高1で喧嘩したんだね、喧嘩じゃないけど別に、アブの一方的な話しました、ありがとうございます、喧嘩したと思ってるの、アブだけだ、おうおうおう、全部丸見えよ、バレてる、わあ、いいよ普通に始めるようとすな、これうまくない、マカオケチーズ食べてないから、わからない、今好きそうな、しょっぱいの好きなんだよね、あ、もうしょっぱい方が好き、近いさっきあんな気があったのに、さやと、え、うん、みんなで、うん、眠になってきた、終わりにする、1時間やってんの、うん、1時間15分くらいやってる、うん、メール書かなきゃいけないから、あ、そっか、もう自信になっちゃう、うん、うん、マネージャーさんにそろそろ帰れって言われないけど、うん、今日のイベントで蒸発した成分以外にそれから外れた曲、いや特にこれやるいいね、うん、これやる、うん、いいね、そうそう、いや蒸発と成分はもともとなかったから、いいねで決まってきて、だから、うん、なんかあんまり何かが外れたとかはないね、めっちゃ全部出して抜き出したとかじゃなくて、うん、できた、疲
クショタイムお願いします。だってじゃあ青のルームから、はい、スクショスクショ、はい、あ、よくばっちゃった。スクショ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 、オッケー、スクショ、漫画をスクショスクショスクショ、はい、オッケー。じゃあ私からいきますね。13位、新潟カズさん、ごめん。さやちゃんさん、しんちゃむさん、MS さん、ありがとうございます。え、ジュニーと MS さん、ドブヤさん、ディアさん、ありがとうございます。11位、タカラさん、伊賀の藤丸さん、赤道のターボーさん、ありがとうございます。10位、ハルさん、ケオさん、プチチーさん、ありがとうございます。9位、ジンさん、令和の土方さん、イヌくんさん、ありがとうございます。8位、バゴさん、マツくんさん、イチタさん、ありがとうございます。7位、カオルコさん、パキアトさん、ヒノヒノさん、ありがとうございます。6位、大関さん、マサさん、ベロさん、ありがとうございます。5位、フレッシュミオリンさん、松尾さん、トパキューさん、ありがとうございます。4位、修造さん、メセニーさん、新一さん、ありがとうございます。3位、ポンポンさん、橋名子と愛さん、ヒオリゲタさん、ありがとうございます。2位、金堂さん、ゆきさん、トウコさん、ありがとうございます。1位、よっくんさん、赤毛団長さん、埼玉高校屋さん、ありがとうございました。皆さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you。 Thank you。 ありがとうございます。楽しかった。 TikTok もシグナルで載せたので、うん、ぜひ、ね、さや TikTok 見てね、さや TikTok 見てね、見てください。では、おやすみなさーん、ありがとう、バイバイ。